要な道具はこのモコモコのモールですね。これは湯沢屋さんで購入しました。で、あと目と鼻ですね。目は3ミリと4ミリで、鼻は 4.5 ミリを用意しました。ここら辺は好きなサイズでいいかと思います。あとキーホルダーにする場合はこのチェーンキーホルダーですね。これは12センチの S5 個入りというのを買いました。で、あとは付属品ですね。今の材料で最低限のぬいぐるみはできます。で、プラスアルファでこういう付属品、こういうのだったり、こういう服作ったりするので、ビーズやゴム紐、あとはこのカラーワイヤーっていうのがあると、ビーズに通してこういう感じするんですよね。ビーズを通して下に釘みたいに針金を形を変えて刺しちゃう。そうするとこういうのも簡単に固定できちゃうので、一つこのカラーワイヤーがあると楽かなと思います。で、あとはアクリル毛糸などですね。では早速作っていきます。では今回はクマさんを作っていきます。まずモールを2つ折りにしてください。で、2つ折りにしましたら、この輪の方に人差し指と中指を入れて、その下をぐりっと回転させてください。ねじります。ねじって輪にしましたら、ここに先端を入れてください。これですね。よいしょ。もう一個の方も入れていきます。で、そうしましたら、この輪っかを親指ほどまで詰めてください。よし。で、そうしましたら、この輪を横に広げてねじってください。よいしょ。で、こっちもねじります。で、このねじったところが耳となります。よいしょ。で、そうしましたら、次に顔を作っていきます。で、ここの輪ですね、先ほど作りました輪にまた先端を入れていきます。まずこの左側のモールを右に曲げてください。右に曲げて上に持っていきます。上に持っていきましたら、上から先ほどの輪に先端を入れてください。ここですね。ここに先端を入れます。よいしょ。で、そうしましたら、今度この右側の、まだやってない方ですね、こうです。よいしょ。これが今入れた方で、この先ほど右側にあったもの、右側にあったものを今度は左側に持ってって、上に持ってってください。こんな感じで、また上から先ほどの輪っかに入れます。よいしょ。これでクマの顔ができました。こんな感じ。で、顔を作りましたら、次は胴体を作っていきます。
でこの根元のところでモールをねじってください。そうしましたら次は手を作っていきます。横に折り曲げて、で今度は足ですね、足も曲げる。よいしょ、こんな感じで残ってるモールを後ろでねじります。でこのモールを胴体の方に持ってきて首にかけます。こっちの右側も胴体の前に持ってきて首にかける。であとは足をねじって、よいしょ、これで完成となります。こんな感じで、ちょっと形を整えてあげます。で私は結構この足を曲げちゃう、足を曲げるのが結構好きです。あ、でも伸びててもいいか。こんな感じにできました。で次は目と鼻をつけていきます。今回のくまさんは目は4ミリ、鼻は 4.5 ミリで作っていきます。まずボンドをつける前に目安の位置を決めてください。どうかな、これで位置が決まったらここにボンドでつけていってください。これですね。こんな感じにできました。かわいい。こんな感じで色やあの素材でもねちょっと雰囲気が変わったり、あとは装飾ですね、これも自分なりのオリジナルで作ってみると楽しいかと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。みどりでした。バイバーイ。